兄貴、次はこのお堂ですかい？いや、そこはいい。次に行くぞ。剣道、供え物でもあれば十三様に。やめんか。仏様には手出し無用。何度言えば分かるんだ、タコが。怒らないでおくれよ、兄貴。タコでごめんよ。よう、旦那。あんたも火事場泥棒ですかい？旦那は見たとこ、忍びですかね。何か探し物でも？まあ、何にせよ、ここはあっしが先に見つけた場所でさ。よそをあさってください。ああ、そういえば、どっかの崖上に、三重の塔が見えやしたぜ。あんだけご立派な塔だ。きっと中にはお宝がしまわれてるに違いねえ。
あっしならそう思いやすね。ねえ旦那、よそはあさってくだせよ。どっかの崖上にあんだけきっと中には。あっしならおう、ここを開けやがれ。こそこそと隠れてんのは分かってんだ。おとなしく投降しないと痛い目見るぞ。聞こえてんのか。ああ、戻った。あれはそれとも、さてな、一つ言えるの、仏様はお前さんが全ては、見るもの全て、そういうこと。牙の形を増やした、せいぜい人乗りかかった船じゃ仕込むことだけは知って、
誰ですか？賊ではない。あなたは若様の。あ、よかった。忍び殿、賊どもの目的は若様です。あやつらはすでに竹林坂上にいたり、お屋敷に火をかけています。若様の脱出も叶わなかったご様子。お願いです、忍び殿、若様をお救いください。これをあなたに託します。どうかお役立てを。承知。若様はまだ忍び殿ご武運を。若様忍び殿ご武運を。
共に生きてくれ。Thank you.
Thank you.